どんぐんは宇宙人ではニャニャニャかった新潟県の馬鷹遺跡から三角柱型土製品三角柱状土製品というものが出土していますね。馬鷹遺跡といえば今から四五千年前の火炎時で名高い遺跡じゃな。 まあ同等の遺物はここだけでなく東北や関東北陸長野の遺跡などからも発見されておるがのものの本には「呪術に関わるもの」だと書かれていますが一体どのような呪術なのですかね。遺跡から不思議なものが見つかれば何でもかでも これは呪術に使われたものだ、というのが考古学者のお決まりのパターンのようじゃな。それでもしつこく問い続けると嫌な顔をするし、姉妹には怒り出す学者もいるから気をつけないといけないよ。どうしてそうなるのでしょうかね。カルシウムが不足しているのかもしれませんね。いやいや、その答えを持っていないからじゃよ。 探求心が不足しているのじゃ。大森貝塚を発見したモースがすぐさま発掘作業を行って出土した時をコードマークポタリーと命名したそれが縄文土器と訳されてもう140年が経過しておるなのに日本の考古学会がなぜそれが コードマークポタリーなのかすなわちなぜ土器の文様が縄目文様だったのかということを考えたことがあったのだろうかなとわしはいつも思うのじゃよ。まあそれはさておき博士本題に行きましょうよ。この三角柱型土製品は 一体どのような呪術に用いられたのでしょうか縄文の呪術に関する異物はそれ巫女神蛇という3つのどれかに属するとわしは考えておるのじゃが三角宙型土製品は神蛇に属するものであるな。そういえば、 三角柱の側面には上蛇のヘミペニスを表すわらびて文様が書かれてますね。三角柱であるから両側の二つの断面は当然三角形になっておるな三角形はヘビを象徴する図形じゃよ。二つの三角形ということは二匹のヘビつまりこれは 縄ととじものと言えるメスオスのヘビが絡み合っているのじゃな。紙ヘビには二本のヘミペニスがありそれを用いて人の霊魂である二匹のヘビを絡めたりその絡みを解いたりする。つまり三角柱型土製品は人の死と 生誕に関わる上蛇を象徴するものというわけさははこの三角柱が蛇だったとはとても思い至りませんでした45,000年後の縄文直径のアイヌ民族に伝わる「イクパ水」を見てごらん両端に三角形があり中心に蕨手門が書かれている。 全く同じ考えで作られているから驚いてしまうアイヌの儀式ではこのイクパスイの三角形の先端に酒を浸し柳の削り花に酒を振りかけるのじゃよ三角宙型土製品もそれと同様酒を用いた人の死と生誕に関わる呪術のための道具だったと 考えられるよ。